こんにちは、速稼塾の久保です。なんか明治の文豪みたいな格好ですね。今回はですね、涌田さん、バクちゃんさんからの動画に返信してのこの動画になります。まあまずね、動画を撮るのに機材は特にいりません。スマートフォンがあれば OK です。その他なんかね、特別なカメラを買ったりとかね、例えばこれ360度カメラっていうのがあるんですけども、これ買ったっきり使ってないんですよ。結構ね、こう機材は使わないですね。いらないですね。一眼レフも私ね、まだね20個ぐらいあるんですけども、もう何年も使ってないですよね。結局はスマートフォンとかで撮るようになるんですよ。で、今回の動画はデジカメなんですけども、コンデジですよね。これで撮ってます。これで本当普通の、ね、S6900 クールピクスですよね。これ私同じの3つ色も同じの持ってますけどもね、こういうので撮ってます。でもまあね、スマートフォンで撮れますんで、これでいいです。これが一番性能がいいです。他の使いよりも。で、その他ですね、喋り方とか、もちろんね、自分の顔がどう映るかっていうのはすごくポイントなんですけども、どう見せるかなんですよね、実際は。ちょっと私、まあ、起きがけでね、寝癖ぼうぼうのね、朝6時なんですけども、声のトーン、ちょっとね、ワンオクターブ上げていくことと、しっかりとここに届けるようなね、元気のいい声、明るい声でいけばいいんじゃないかなと思います。そして動画、今回は例のやつを話していたりとか、動画の撮り方話していたりとか、借金のことを話していたりとかしましたけども、基本的に動画1個で1つのテーマでいきましょうね。そういう風にした方がいいと思うかなと思いますよね。で、今回本題は信用情報のことをね、封筒が届きましたっていう風にやってくれてたんですけども、これ実はですね、多くの方が知りたいのはこの信用情報 CIC とかね、その他にしてもそうなんですけども、スクリーンショット、画面キャプチャーで、動画のキャプチャーでですね、どうやった手順でそれをするのかってことを知りたいんですよね。だからそこをね、やってみるといいんではないかなと思います。次回それで行ってはどうでしょうか。信用情報を3社あるじゃないですか。で、それぞれの会社にどうやって問い合わせるか、問い合わせるための費用はいくらかかるのか、そしてどのサイトから行くのか、何日後くらいに届いてくるのか、こういうところを押さえた動画を作るととっても参考になるんじゃないかなと思います。私も知りたいですね。はい、では以上です。ありがとうございました。